はい、ドーン。さあやっていきましょうか。ようやくジルに戻ってきたというところでですね、とりあえずなんかカルロスを追いかけろみたいな話になって、相変わらずのこいつはハッキングで、なんでこいつもうなってんのって思うんだけどね。まあそれはいいとしてですね、とりあえず探索をして、なんかいろいろジルじゃないと開けられないような場所とかがあったと思うので、そこをですね、探索して、で、次のところに進んでいきたいと思います。改めて見るとこれ怖いね。多分ね、だからここがだから進んでいくところだと思うので、ジルじゃないと開けられなかったような場所を、今から探していこうと思います。まあ内容あれ、あ、見逃してましたね。はい、ということなので、まあ探索はしていくんですが、まあ場合によってはまあカットもちょっと考えてはいるので、まあそんな感じでいろいろと適当にやっていこうと思います。こことあと2階のロッカーが2箇所、あとね、ベーコンハムソーセージをこういっぱい食べてきたやつらがバインディが座った先にも1個あったと思いますので、で多分ね、あれが手に入るというところなので、で多分ね、手に入らなかったらね、俺じゃ取れないなみたいなことを確か言ってると思うので、ここはなんかいたりする、バードがゾンビ化してるとかっていうのはない、あ、銃が構えられないで、これもいいことになります。そうなんです、犯人はタイデルなんです。バリンって要はね、普通に考えてバリなんか割れるって相当すごいパンチ力ですよね、カルロスさんね。うん、ここはこれだっか。オッケー、じゃあ続いていきましょう。特にアイテムはなしと。で、どっち、お前か、ほらほら、おもちゃ、おおおお、オッケー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 、そうか、こういうことパターンがあるってことなんですね。オッケーオッケー、よく考えとくよ。お、炸裂弾が、あ、ここすぐ病院に進むんだ。なるほど、じゃああれだね、階段だね、救急車で運ばれてきてたはずのゾンちゃんたちがあそこを破って、ベーコンハムソーセージを食べに来たということだったっていうオチでよろしいんですかね。お後がよろしいようで、まあそんなのはどうでもよくてですね、そろそろこいつを切るとかはないね、みたいですね。オッケーで、そうだ、ここ確かいる、あ、なんかこうですよね、なんか見える、どっちも今炸裂弾なのか、それともいる、いる、いる、いない、いる、いない、いない、オッケー、何を考えてるのかな、まあよくわかんないので、で、ここにも一個ジルじゃないとカチャカチャできないところがあったと思いますので、そこのまた酔っ払いどもが起き上がってるよ、マジかよ。とりあえずこいつもこの花が使い切っちゃいましょうか。 OK、 もう一丁 OK、 ババーンババーンババーン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 、大盤振る舞い、大盤振る舞い、大盤、大盤振る舞い、大盤振る舞い、大盤、大盤振る舞い、大盤、手を伸ばさない、手を伸ばさない、伸ばしちゃいやーよ。ね、もう終盤戦なんでね、ナイフはいらないかなと思って置いてきてしまっているんですが、ってなるとここら辺とかもね、なんかね、生きてそうな気はする。あ、死んでるね。ここら辺とかやっぱり生きてる。後頭部、後頭部、後頭部、ケツ、ケツ、ケツ、あー、お、お、君あれじゃないですか、ロッカールームから出てきた、ロッカールームから出てきた、オッケー、カチャ、あ、違う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 、あー、やっちまった、やっちまった、いらないのに、いらないのに装填してしまった。生きてる、生きてない、オッケー、星はじゃあ、わー、やめにしまった、ちょっと待って、それ以外になってた、もうここにゾンビはいないっすよね。わあ、もう、わあ、ファインがちょっと黄緑色になってる、痛かった。もうこう一回一回ゾクッとするよね。あ、シュランがちゃんと寝てる、シュランが寝てる、お休みしてる、オッケー、ここはいない。わあ、毎回ゾクッとしますね、やっぱ敵にバシッてやられると。で、ここが終わって、もう終わりだすかね。あ、マグナム。やっぱりマグナムがこんだけ手に入るってことは、マグナムの弾がいっぱいあるんじゃないですかね。ここはなんかない？ここはなんかない？何もない？何もない？なーしゃー、じゃあ。あ、なんかあったね。炸裂弾 A と。
よし、ちょっとビビりせ。てめえさっきよくもやってくれたな、ケツ向けてやがんな。おら、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 全然抵抗しないじゃん。ほら、ちょっと待って、見えない、見えない、見えない。ダン。オッケー、オッケー。え、ちょ、ちょ、ちょ、あー。顔、目、鼻、口、耳、リア、ドア、テイ、オリア、しぶとい、しぶとい、ほい、バーン、バーン。おー、誰だ俺を撃ってるのはって、今頃気づいてこっち向いてくるやつ、今、いや、見えてるよね。てか、こっち見てくるじゃん。めっちゃ勢いで閉められる。ほい、ほい。いやいやいや、誰が閉めてんの、誰が閉めてんの。スタッフが取れ高がないから閉めますよってか。スタッフ、オッケー、あれ、あ、顔は剥がれたけど、おー、近い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 けど、それでも入ってこない。優しいね、君。優しい。あれ、ほい、ほい、ほい、やーらー。そんな目で俺を見るな。で、ここっすね。ここっす、ここっす、ここっす。ほい、私なら通るぞ。通る、通る、通る。いいケツ。相変わらずの、いいケツ。ん？ん？意味深な靴が2つ。意味深な靴が2つと、ちょっと残酷な痛い。よし。で、マジか。ハンクまで酔っ払いか。そんなこったろうと思ったらハンクなんでもいいけど、やっぱりアルコールの力を借りてたわけですな。痛みも感じないってなわけないっちゅうの。整理もして、こんな感じですっきりさせてきました。はい、ということで、未開の地行っていきましょうか。結局出てきたのってゾンビが3体とハンターが2体くらいというところだったんですかね。うん、いかにも今から地下施設行きますっていう感じですね。なんか OK、 よしで、ガンパウダーはもう全部ですね、もうハンドガンの弾にしちゃって、で強化火薬をなんだっけ、マグナムの弾にしていきましたということで、環境に優しくない。まあ、大体こういうところってあんまりゾンビ出てこないですよね。うん。でも、なんかG なんとかは出てきそうな感じがするよね。で、なんか壁に張り付いたりとかしているので、とか、まあ、もうちょっとこう、なんだろう、ゲームの難易度を上げるとかだったら、ここに例えばゾンビがこうめっちゃ折って、で、こう降りてる間中ずっとゾンビが出てくるみたいなこう設定にしたりとかね。まあそこまでカッポンさんもね。あれ？そうか、地下施設だから原作にあったはずの公園とかはないのか。ってことはいよいよグレイブディガーさん、ミミズちゃん出てこないんだな。うわ、寂しいな。彼結構やっぱいい味出してたんですけどね。うん。性別はわかんないから、彼なのか彼女なのかよくわかんないけど。てか、こっちで合ってんのかな？ゾンビがいない？さて、じゃあサクサクやっていきましょうか。サクサク。サクサクサク。エレベーター使用時の注意。うん。うん。メイン。ってことは、これは確実に、不具合が起きるというパターンですね。はい、わかりましたよ。わかりましたよ。なんか特にアイテムない？ないみたいですね。じゃあ行きましょうか。ちょ、勢いよく飛び出したのはいいけど、こう、
こういう広いところってなんかあの、なんかバトルロワイヤル的な感じの。あの野郎いるじゃん、サイモンじゃなくて、サイモン誰だっけ、ニコライ、ニコライだ。で、酔っ払いが3匹。酔っ払いが3匹。こっから撃てるなら、反応しない。反応しない。そして、反応しない。反応しない。で、炸裂弾。なんかね、見覚えがあるね、こいつ。見覚えがあるよ。これ、あれじゃないですか。あの、これ、蘇ってくるやつじゃないですか。落としとく。いや、生きてるやつ、生きてるタイプのやつだったのね。マジか、どうしようかな。俺は誰を襲ったらいいんだ、みたいな、こう、ノリでいるけどね、こうし、マジか、落とさなかったらよかった。こいつ、動き早い上になんかもう、気持ち悪いんだよね。早い、はい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 。もう一丁。オッケー。行った？行った？読みがやらない？オッケー。こいつ再生能力があるからね。もう本当にこれ読みがやったりしない？あ、大丈夫。A ですな。じゃあ、ここを登っていって、えっち！I must admit.100まで食らいついてきたことには敬意を表す。だが、残念ながらゲームはもう終わりだ。お前、ずっと携帯いじってんだな。スマホ、まあいいけどさ。とりあえずこっちなんだろうな。だってあそこはなんか行けないよね。行けないよね。行けない。わあ、もう暗い中でなんかいろいろバトルか。で、なんか、集めなくちゃいけないんすかね。行けない。登る。登りましょう。めっちゃ電話してんじゃん。誰と電話してんの、そんなに。ちょっと待ってくれよ。俺だって仕事があるんだよ。あなたっていつもそう。仕事仕事って。仕事って私とどっちが大事なのよ。みたいな会話でもしてるんですかね。やっぱり、ニコライにも家庭があるんだろうな。ああ、なるほどなるほど。これを3つ集めろという、そんなノリですね。オッケー。ちょっと待って、これ、警戒に降りてるけどさ、なんか敵出てきたりとかしない？ハンドガンだけ？ハンドガンだけですね。じゃあ行きましょうか。うっ！あ、出た！ワンワンオン！ワンワンオン！ワンワンオン！お前はもう。おっち！ 2 体いる。で、なんか、お前、かわいい。引っかかってる。ほい。もうここまで来たらワンワンオンの体力じゃね、俺は倒せないぜよ。っていうか、ここで引っかかってたんだね。かわいかったな、今のワンワンオン。オッケー。で、あれ？あれ？登れるところがない。登れるところがない。いって！ああ、進めないのか。進む。この後に及んで可愛く。いらっしゃる。やばい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 。チカ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 。ほい。ほい。オッケー。オッケー。え、待って、ちょっと待って、なんかジルだけ、ジルだけ、あ、こっちかこっちか、ジルだけなんか感づいてるけど、俺だけ気づいてないみたいな、こう恥ずかしいノリみたいな、オチになってたからね。ああ、やっぱ横から見るこうジルの姿っていいよね。たまらんよね。うん。エロ親父が爆発してるよね。てか、怖いから、ショットガン構えとこう。今回のショットガン、なんか、あれっすよね。あの、連射速度がいいよね。カチャ。こうね、バイオシックスとかだったらゾンビが乗ってるけど、いない。いない。なんかあるね。お、なんかある。シェルホルダー。こう、組み合わせれるやつ？リロード速度が向上する。おお、あ、下に行ったね、下に。なるほど。あ、これは来た道。じゃあ、これ登ってったらいいんですかね。オッケー。おー、ドキドキするね。何が起こるんやろな。てか、これ、上に吊るされてたのかなんかなのかな。こっちで合ってるのかな。とりあえず、合ってるか合ってないかわかんないけど、あ、なるほど。ここで、
操作してってやつだったんですね。オッケーオッケー。じゃあ先に進んでいきましょう。なんかある。あ、強化火薬、これ足るかな。ショットガンガシガシ使っていきましょうか。じゃあよし、さて戻ろう。戻るじゃない、進もう。なんで戻ろうとした。ルッ、いやーマジか、めっちゃおる。オッケーオッケーオッケー、倒れた。オッケー、仲がいい。よし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 、これで、いや違う違う違う、それはもったいない。手の角度がえらいことになってますね。ほい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 、後半だからね、もうね、景気よくやっていかないとね。あー、一気に埋まっちゃった。とりあえず、とりあえず、とりあえず、ま、あっ、まあ、いいや。もうそろそろ終わりだと思うんでね、これ取って、もうそろそろ終わりだと思うので、やっぱり、弾は景気よく使っていかないといけない。お前かよ、マジか。これ当たってる当たってる、よし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 、パワーアップした、俺をパワーアップした、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 パワーアップ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 、よしよしよし、プルプルさん、プルプルさん、終わり、プルプルさん、終わり。オッケー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 。なんか奥ある。ハーブか。まあ、回復アイテム結構あるから、ちょっと体力食らっているので、一個だけ食べときましょうか。オッケー、通常の緑に戻った。なんかもうここまで来たら、こいつもそんなに脅威じゃない感じがしますね。オッケーオッケー。さあ、行こう行こう。バイオアイオル E2 の時もね、やっぱり、弾を余らせすぎてしまったという反省があったりとかしたのでね、もうジャブ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 使っていきましょう。ジャブ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 、ハンドガンが使ってもこうやってたまるんだもんな。もうどんどんゾンちゃんをもういちいち狙わずに、あれ、ああ、狙わずにもうやっていっちゃいましょう。さて、ドゥーッ、お邪魔しました、お邪魔しました、ごめんなさい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 、開けて、あれか、あか、あ、え、あ、こっちには来れないタイプゾンビ。オッケー。オッケー、おー、いいね、久々のクリティカルヒット。クリティカル、テッカテカや。あ、で、おー、いいね。でも、こいつは多分無理だから、ちょっとこれで、これで、ボーン、よっしゃ、いいね。嘘、強っ。ほい、ほい。まだ生きてる？まだ生きてる。わー、終わった、よし。使った分はちゃんときっちり回収と。オッケー。うん。これ。作業員のメモ。ああ、こういうわけわからないやつがあるんですよね。8歳女ってこと。返却、幼女はいらないと。うん。夜間搬出は、オッケー。で、ああ、これね。で、これで、戻ってくるから、こっちもなんかあるんですよね。ただまだもう一個、あ、あった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 。あったね。オッケー。だからもう一個回収して、で、先に進んでいくというオチですかね。ガンパウダー拾って、よいしょ、やばい。やばい、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 やばい。お前にはやらない。よ、マジか、マジか、お前、身軽だな。やばい、危ねえ、危ねえ、危ねえ。セーフ、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 セーフ。今のやられてたら、今のやられてたら、どっかの、あのトラウマさんみたいな感じでこうやられてたと思うんですよ。でもうセーフだったから、うわ、今のあのフィーッフィーッてやったやつ絶対そうだったです。そうでしたよね。3つ集まっていいところまで来たんですけどね、時間も時間なんだけど、まあちょっ、あれ、いなくなってんじゃん、いなくなってんじゃん、マジ。
今漢字を見間違えた。すごい間違えたね。さあニコライ、お前には特大のプレゼントを送ってやろう。どこだ。Shit. He got away. あ、一足遅かったか。What was he doing in here? 一体ここで何をしてたの？何をしてたの？何？ドル札かと思ったよ。ロングバレル MG かよ。MG ってなんだ。あ、ここでセーブができる。OK。じゃあ、ここまでにしましょう。とりあえずですね、なんか、またさらに、奥地に進めるっぽいよね。多分、あのドアだと思うので、そこに進んで、さらにパーツ進めていきたいと思います。ということで、本日も最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。それでは、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。